ガレージングブル・マニー・フェルナンデスは、アメリカ合衆国の元プロレスラー。テキサス州エルパソ出身のメキシコ系アメリカ人。日本では、マニー・フェルナンデスと表記される場合もあるが、スペリングの通り、香港では原音に近い表記を使用する。少年期に、エルパソから、カリフォルニア州のサンノゼに移住し、ハイスクール時代は、アメリカンフットボールと、レスリングで活動。 大学入学前に US ネ a ビーシールズに入隊し、ベトナム戦争に従軍。除隊後は、ウエストテキサス州立大学にてフットボールを再開し、NFL のカンザスシティチーフスにも所属していたが、当時テキサス州余り色でプロレス団体を運営していたザ・ファンクス、ディック・マードック、ブラック・ジャック・マリガンと開校、彼らに触発されて、プロレスラーとなる。 1977年のデビュー後は、アマリロ地区を経て、エディ・グラハムが主催するフロリダの CWF を、主戦場に、メキシコ系アメリカ人のベビーフェイスとして活躍。キラー・カーン、ドン・ブラコ、バグジー・マグロ、デロイ・ブラウン、スーパー・デストロイヤー、ニコライ・ボルコフ、ディック・スレーター、ミスター・サイト・ラと構想を繰り広げ、 1979年10月には、テリー・ファンクから NWA フロリダヘビー級王座を、1981年には、バロン・フォンダシクから、ドー・ TB 王座を奪取した。1981年下期からは、故郷のテキサスに戻り、サンアントニオを本拠地とする、サウスウエストチャンピオンシップレスリングに参戦。旧敵スレーターを相手にサウスウエストヘビー級王座を、争い。 10月4日には、ケンパテラを破って、テキサスブラスナックル王座を獲得している。タックでは、同じメキシコ系のチャボ・ゲレロとコンビを組み、ジノ・ヘルナンデスタリーブ・ランチャードのダイナミック、デュオと世界タック王座を争った。その後は、中西部の NWA セントラルステーツ地区に入り、1982年9月16日に、ロジャー・カービーから、 フラッグシップタイトルのセントラルステーツヘビー級王座を、ダッシュ、翌年2月10日に、デューイ・ロバートソンに敗れるまで退官した。1983年8月、全日本プロレスのスーパーパワーシリーズに初来日。来日が待たれていた、まだ見ぬ競合の一人として注目されたものの、テリー・ファンクの引退試合に話題が集中し、ファンクス、スタン・ハンセン、ブルーザー・ブロディ、 キラー等赤松、同じく初来日のテリー・ゴディなど豪華メンバーが集結した同シリーズにおいては大きな印象を残すことはできなかった。1984年からはジム・クロケット・ジュニアが運営するノースカロライナの NWA ミッドアトランティック地区に定着。フロリダ時代からの名優ダスティローデスのパートナーとなり、同年10月20日にイワン・コロフドンカヌードルから 同地区認定の NWA 世界タック王座を奪取。11月28日には、ブラックバートを破り、ブラスナックル王座も獲得した。その後は、アーン・アンダーソンや、和風マクダニエルとの交想を経て、1986年よりヒールに転向。ポール・ジョーンズをマネージャーに、リック・ルードとタックチームを結成し、12月6日に、 ロックンドールエクスプレスを破り再び NWA 世界タッグ王座を獲得。ロードオリアーズとも同王座をめぐる構想を展開した。NWA 離脱後の1987年10月新日本プロレスに初参戦。帰国後の11月2日にはテネシー州メンフィスのクアにてビル・ダンディからクアインターナショナルヘビー級王座を奪取している。クアでは ヘクター・ゲレローパートナーに、ジェリー・ローラーや、ジェフ・ジャレットとも対戦した。日本では新日本プロレスの常連外国人選手となり、1988年7月の来日からは、バズ・ソイヤーとのコンビで活躍。1989年12月31日には、新日本が主催した、旧ソビエト連邦のモスクワでの興行に出場。 サルマン・ハシミコフの母国外戦試合の相手を務めた。1980年代終盤は末期の泡、1990年代初頭はプエルトリコの WWC で活動。WWC ではインベーダー1号を破り、1990年1月13日にプエルトリコヘビー級王座、1991年9月に北米ヘビー級王座をそれぞれ獲得している。 1992年と1993年には、剣道長崎が主催していたナウに来日、上田馬之助のパートナーを務めた。セミルタイア後は、ベテランのジョバーとして、WCW の TV テーピングに出場。トレーナーとなって、後進の育成にも携わり、ネルソン・エラーズオやロン・キリングスなどが、フェルナンデスの指導の下デビューを果たした。引退後は、 かつての主戦場のオスカロライナに居住、各地のインディー団体にも単発出場している。ありがとうございます。